皆さん、こんにちは。本日も Google 社員による Google 検索オフィスアワーの時間となりました。本日お届けするのは私、私アンナと。えー、わ金谷の。いつも通り、この2人でお届けしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、なんかスライドも一新されているようですが、その話は後ほどということで、はい、まずは、 えー、Google からのお知らせ、はい、いやお願いになります。えー、本オフィスアワーでは、はい、ハッシュタグ Google 検索オフィスアワーを使用しております。なので、質問についてのご意見、ご感想、その他ご要望などありましたら、ぜひ、ハッシュタグ Google 検索オフィスアワーをつけて、SNS に投稿してください。お願いします。はい ではですね、えー、Google からのお知らせに移るのかな例えば、先ほどからね、はい、ハッシュタグがいつもと違うんじゃないかと思っている方もいらっしゃると思うんですが、ぜひぜひこのあたりのご説明お願いできますでしょうか、金谷さん。はい、分かりました。じゃあ、えー、Google からのお知らせとなりますと。まずやっぱりなんといってもですね、Google ウェブマスターから Google 検索セントラルへ変わりました。イエーイ。イ <laughs> ということでですね、ぜひ詳しくはあのこちらのブログをご覧いただければと思うんですけれども、これまでま Google w e b m a s t e r s という、僕らあのとしてはこの Google w e b m a s t e r s 日本語でいうとこの Google Webmaster という名称を使っていろいろなコンテンツを配信していたんですけれども、ブログですとか YouTube ですとかそういったものを Webmaster という言葉を使って配信していたんですけれども、ちょっと時代の流れ、 などを色々まあ考慮しましまて今、僕ら以外で Web マスターという言葉を使っている人がいるのかどうかみたいなところをいろいろ考えたりですとか、あと実際にいたとしても Web マスターという言葉の定義が非常に狭くなってしまっていて、実はじゃあ Web マスターの皆さんといったときに実際に振り向いてく,れくださる方々っていうのがすごく狭くなってるんではないか。実はは僕らとしてはあのウェブ 関係のエンジニアの方であったり、フロント、まあ、フロントエンドのエンジニアの方であったり、デザイナーの方であったり、マーケティングの担当の方であったり、いろんな方に、まあ、見てほしいなと思うんですけれども、ウェブマスターという言葉を使っていることで、実際にちょっとその対象範囲が狭く捉えられてしまっているかもしれないということをいろいろ考えまして、まあ、名前を変えようということで、Google Search Central、日本語で Google 検索セントラルに変更になりました。 それに伴いまして、オフィスアワーもこれまで、ま e b m a s t e r o f f i ーという名前で皆さんに親しんでいただいていたかなと思うんですけれども、名前を変えまして、Google 検索オフィスアワーという名前に変わりますので、ぜひですね、今日からこちらの Google 検索オフィスアワーというですね、ハッシュタグを使っていただければと思います。 ちょっと僕が投稿するものに関しては、そうですね、これたあの今喋りながら思ったんですけれども、Webmaster Office Hour をしばらくへちょっと併用するところもあるかもしれないです。Webmaster Office Hour、変わったことを知らない方もいらっしゃるかもしれないので、突然何も情報が出なくなったってなる方もいらっしゃるかもしれないのですが、い, <laughs> いらっしゃるかもしれないので、ま、あ まあそんなに長い期間ではないですけど、ちょっとの間、あの、併用するかもしれないですが、皆さんぜひ、この Google 検索オフィスーを使っていただければと思います。はい。まあ、これに伴っていろいろなですね、まあコンテンツの、あの、置き場所、これ僕らの内部的な問題ですけれども、そういったものも少し変わりますので、詳しくはぜひ、ブログをご覧いただければと思います。はい。というわけで、二つ目の話題です。 2つ目の話題はですね、ちこちら、日本時間の1日前ですね、あ,あ、放送からすると1週間ぐらい前になると思うんですけれども、サーチコンソールのクロールの統計情報が新しくなりました。ということでですね、これまでクロールの統計情報は非常にですね、なんていうんですかね、ざっくりとしたグラフだけ、グラフと,はと数値も見えれるんですけれども、本当にざっくりとしたデータだけをお見せしていた。 のですが、今回ですね、このわ割と細かいデータ、他のサーチコンソールのレポートにまあ並んで、全然遜色ないようなデータを提供するようになりましたので、ぜひですね、こちら,ごら、あの一度ご覧いただければと思います。今からちょっとあの簡単に少しご説明したいなと思うんですけれども、ちょっとその細かい説明に入る前に、まずそもそもクロールってなんだっけという話をちょっと簡単にしたいと思います。 Google が検索結果に、検索に、検索結果を表示するにあたって、検索結果に情報を出す以上、いろいろなサイトの情報を知っていなくてはいけません。ですので、Google はいろいろなサイトにアクセスして、その情報を集めていきます。そのアクセスするサイトの情報は、例えば皆さんが Search Console に登録したサイトであったり、 その登録したサイトマップであったり、またすでに知っているサイトから貼られているリンクをたどって新しいページを発見していきます。そうした形で新しいページがどんな情報があるのかということをアクセスしてクロールします。そして、そのサイト、そのページの情報が更新されているかもしれませんので、何度も不定期にアクセスして情報を更新されていないか確認しに行きます。このプロセスをクロールと言います。 そしてこのクロールして集めてきた情報を使って、ああインデックス、情報を整理して、瞬時にですね、検索結果を配信できるようにまあ整理するプロセスをすごく簡単に言うとインデックスといって、そして実際にユーザーが検索したときに、このインデックスサーバーの中から関連性の高い情報を10個まあ持ってきて並べるプロセスをまあランキング。 検索結果の配信のプロセスというんですけれども、というクロールインデックス、検索結果の配信という3つのプロセスが大きくありますと。その中のクロールの情報がかなり詳しく見れるようになったというものです。じゃあ、ちょっとですね、お見せしたいなと思うんですけれども、まあ、例えばこんな形でですね、パッと開きますと、このちょっとあの文字が少し途中で切れてしまってるんですけれども、クロールリクエストの確かこれ合計数だったと思うんですけれども、合計数、 そして合計ダウンロードの、えー、とこれサイズですね。サイズ2.12億ってありますけども、もこれはバイト。で、そして平均応答時間がミリ秒で92ミリ秒。こういった情報の推移を確認することができます。で、この情報を見ますと、まあ、クロールリクエストと、まあ、ダウンロードサイズに関しては、例えばやや右肩下がりで、このサイトの場合。 これ僕が普通に権限を持っているサイトなんですけれども、どんどんどん右肩下がりで下がっていってるなっていうのを確認することができます。そしてやっぱりこのグラフを見てやっぱりパッと目につくのはやっぱりこの11月13日のところで平均応答時間が異様にちょっと上がっているところがあると。あ、これ何かあったのかもしれないなと思いますで。そういった場合に次に確認するところとしてはこのホストのステータスというところをご覧いただくと過去90日間ホストで問題は起きていませんって書いてあります。 じゃあここをクリックすると、どんな情報が出てくるかというと、こんな形でですね、さらに詳しい情報が見えます。で、その詳細のところを見ますと、ロボットドットテキストの取得、そして DNS の解決、サーバー接続というこ,っちこの3つの項目について、不合格率は許容範囲ですというコメントが書いてあります。で、おそらくですね、皆さんの感覚的には、 ど,どっちか分からないですけれども、サーバーって意外とエラーを発生することがあるんですね。あの正常に動いてると、まあ、100%であるべきと思うかもしれないですけど、まああ,のいまあ何らかの理由であのちょいちょいというか、あの本当に 0. 何%、0.0何みたいな確率で、まあ、たまにエラーが発生していたみたいなことっていうのは起こりうるんですけれども、実際にそういったことがこちらの、まあ、データでは確認することができて、 この場合ですと、このロボットドットテキストと DNS は問題なかったんですけれども、サーバー接続のところで実はさらにクリックすると、こういった形で、許容範囲なんですけれども、この11月13日の頃のやっぱりポコッとなんか山ができているのが、あの、まあ、ご確認いただけるんじゃないかなと思います。で、これが0.03%だったのかな。0.03%なんですけれども、まあ、そういった あの、エラーが発生していて、その時におそらくものすごい時間がかかったことで、この平均法と <laughs> 時間に大きなあの遅延が生じた、まあ、遅延ですね。ただ、もうそのエラーは一時的なものだったので解決されたので、翌日からもう通常通りに戻っているということが、こちらで確認できるかなと思います。そして、他にもですね、この、その下の方にもですね、この、 クロールのリクエスト、Google からまあクロールをするときの,の情報が様々な情報を確認できるんですけれども、例えばその時のレスポンスがどうだったのか、レスポンス別の情報であったり、目的別、更新検出とありますけれども、この何を目的としたクロールか、またファイル形式別、HTML ファイルを取りに行っているのか、何か画像を取りに行っているのか、JavaScript のファイルを取りに行っているのかですとか、 あと、Googlebot タイプ別で、スマートフォン、PC のように、何を、あ、えー、すみません、Googlebot のタイプによっても、情報が分かれていますと。分かれて、あの、確認することができます。ですので、まあ、こちら、いろいろご確認いただいて、例えば、このレスポンス別のところをご覧いただくと、この、まあ、200と302が、えー、え上の方に2つありますけれども、 まあこの OK というのが54%で、302が30%あります。なので30、30%もあるので、これ、僕もちょっとこれ、こういう形で見たの初めてだったので、あのあこれは何なんだろうと思って見てみると、あのこのサイト、たまたまですねあの僕らが推奨していないセパレートタイプのモバイルあのあの、実装しているパターンだったんですけれども、そのモバイルのパターンに PC のクローラーがアクセス、あ、すみません。 ええとですね、ちょっとややこしいんですけれども、PC の URL に、スマートフォンのクローラーがアクセスしたときに、モバイルのアクセスにリダイレクトされると。なので、それがただ、あの、愚直に記録されていたと。なので、あの、302リダイレクトされていることは何の問題もなくて、この200と302は極めて正常な動きですと。やっぱり問題としては、この場合だったら、やっぱりこの、 あここではわかんないですね。このやっぱり見つかりませんでしたも、やっぱり意図的に404を返してるんでしたら、特に大きな問題でもないですし、304ノットモディファイドはそもそも問題ではないですし、まあ、何か例えば500番台のエラーが出てるですとか、そういったようなことがわかる場合、あの出ていたらそういったところを細かく見ればいいかなと思います。まあ、あの400番台も何か思いがけず、 あの設定間違えてる可能性もありますので、一度一通り見てみるといいかなと思います。というわけで、えー、ぜひですね、このクロールの統計情報を細かく見て、あのサイトの改善に役立てていただければと思います。まあ、ただ このクロールのそうした何て言うんですかね、Google のクローラーの動きを細かく何かコントロールすることで、やっぱり、あの、サイトのトラフィックを増やしたい、何かサイトのメリットを上げたいみたいな形方もいらっしゃるかもしれないですけれども、ほとんどの場合はですね、あまりそこで何か極端にうまくいくってことはちょっと難しいかなと思います。あの、ヘルプなどにも書いてありますけれども、 通常はそんなにクローラーの動きっていうのは、あの、エラーが発生しているとき以外はそんなに意識することはないかなと思うんですけれども、やっぱりあの、いわゆる巨大サイト、もう本当に何千万ページもあるですとか、そういった、あの、サイトを運営されている方は、こうしたクローラーの動きをやはり知って、何をどうコントロールするのが良いかっていうのを考えるときの参考になるかなと思いますので、ぜひこちらを いろいろ眺めていただければと思います。多分、すごいいろんな、ここから得られる情報によって、様々な対策が立てられると思いますので、皆さんがどんな活用するのかっていうのは、逆にちょっと興味ありますので、ぜひ教えていただければと思います。ぜひ、あの、コメント欄に行って、あんまり見てないですけれども、コメント欄にぜひ、あの、ツイッターの,のハッシュタグでもいいですし、僕に DM いただいてもいいので、何か、こんな風に役立ちました、みたいにいただけると嬉しいなと思います。 はいというわけで、すみません、ちょっと長くなりましたけれども、えー、クロールの統計情報が新しくなりましたという話です。というわけで。ありがとうございます。はい ではであ、いつも通り質問の方に移っていきたいと思います。ただですね、今日はいつもよりかは質問は少なめなので、えーまあ、時間が早く終わるのか、一つ一つゆっくりお答えできるのか、どちらかになるかなと。まあ、1時間はねあの、かからないと思いますので、ぜひぜひ時間、あのリアルタイムで見てくださっている方々、ご安心くださいと。ではまず <laughs> ではまず一つ目の質問に移っていきたいと思います、えー。モバイルファーストインデックス移行後のアノテーションに関して、PC、スマートフォン違う URL のモバイルファーストインデックス後のカノニカルオルタネットに関して、 PC と SP の URL が異なる場合、いかが正しい仕様ですが、MFI 移行後はカノニカルとオルタネートを逆にする必要はありますかつまり、PCURL をスマートフォン URL にオルタネートを向けて、スマートフォン URL から PCURL にカノニカルを向ける方が正しいんですけど、逆にする必要があるかどうかというご質問になっております。金谷さん、いかがでしょうかはい。 <laughs> そ,うですえそうですね、こちらに関しましては、念のため、<laughs> ポイントをお話し,しておきますと <laughs>、すみません、この PC とまああのモバイル対応のやり方として、僕はこれまで3種類のやり方をまあ推奨してきたんですけれども、この PC と、 あのスマートフォン版を別々の URL で運営されるやり方というのは、今、あんまり僕は推奨していないんですね。<laughs> ですが、いろいろ、おそらく、サイトの歴史的な流れですとか、会社の方針などで、分あのなかなかそこの,あの設定が、セパレートのままなのかなとは思うんですけれども、そうしたセパレートの場合において、実際、のこの 例えば同じトップページでも、モバイル版のトップページと PC 版のトップページが、それぞれ同じコンテンツですよっていうことを僕らに示すために、スマートフォンから PC へカノニカルを向けて、PC 版のページからスマートフォン版へは、また違う形でアノテーションを設定していただいていました。でその、このアノテーションの関係を、まあ、今回のモバイルファーストインデックスに向けて変更する必要があるのかというご質問になるんですけれども、で、このケース、 で言いますと、回答としては変更する必要はありません。というか、むしろ変えないでくださいという話になります。はい。で、この辺に関しましては、このモバイルファーストインデックス登録に関するおすすめの方法という、このデベロッパーサイトの方にも記述がありますので、ぜひですね、こちらご覧いただければと思います。 別々の URL 用の、このレ l カノニカルとレ l オルタネートの例みたいな形でですねこ、こちら、これはパソコンページの設定で、このタブをちょっと切り替えてモバイルってクリックしていただくと、モバイルの方の設定もご確認いただけますので、ぜひこちらを参考にしていただければと思います。一つだけ、多分注意、注意というか、あの、としては、このパソコン版の方に、パソコン版からパソコンへのカノニカルが設定してあるんですが、これは、まあ、あの、自己、 あのカノニカルというか、まあ、あの、なんですかね。えー、と、今の話とちょっと混乱されるかもしれないですけれどもあの、基本的にモバイルからパソコンへカノニカル向けていて、パソコンからモバイルへは、あのこれまで通りありモバイルの,あのオルタネートであのアノテーションしているというのは変わらないので、この設定通りにやっていただければと思います。ちょっとあの長く話したのが逆に分かりにくかったかもしれないですけど、変えなくていいですという話です。はい。 いはい、ありがとうございます。では、続いてのご質問に移りましょう。MFI 適用済みのサイトにおける PC 版ページに関するご質問いただいております。動的な配信をしている管理サイトで、スマホ版はあるが PC 版がない URL がございまして、このような URL では PC 版 Google において PC 版がないことを理由に検索順位が下がってしまう可能性はございますでしょうか ユーザビリティの問題は重々承知しており、エスパンシブ化も、えー、もしくは PC 版のページの制作を検討させていただいてはいるのですが、社内リソースの関係で時間がかかりそうで、念のため質問させていただきたく思います。ご確認のほどよろしくお願いいたしますとのことです、えー。こちらいかがでしょうか。はい。まあそうですね。こちらあの、まあ、ショートアンサー的には、えー、っとですね、まあ、下がる 検索順位が、その PC 版がないということを理由として、単純に順位が下がるということはないかなと思います。っていうのが、まあ、ショートアンサーですね。で、それにまつわる、あの、まあ、コメントみたいなのをちょっと付け足しますと、まあ、結構珍しいケースだと思うんですね。スマホ版だけがあるという、まあ、すべてのページではないと思うんですけれども、そういうページもあると。で、そういった場合において、まあ、実際に、 PC ユーザーが見たときにすごく見にくいページになっている可能性はあるかなと思うんですけれども、今回のまあモバイルフレンドリー、あ、ちょっと待ってくださいね、僕のこっちのパソコンで、あの、フラッシュのインストールっていう謎のあれが突然起動したので、ちょっとすいません。これをちょっと今。 フラッシュのインストールが自動的にインストーラーが立ち上がるなんて何十年ぶりかに見たんですけれども、これがまさか、お久の <laughs> 配信中に起きると私も久しく見てないですね。<laughs> 今映ってないですよね。映ってないです。<laughs> 大丈夫です <laughs> ゆっくり。ちょっとびっくり、勝手に起き始めたんで、ちょっと何が起きたのか。<laughs> はい、すいません。はい、お願いします。動揺が。ええー、とですね、今どこまで話したんだっけ。この話,話し始めですよね。この えっと、まあ、す,すご簡単に解説すると、スマホ版、あのー、モバイルフレンドリーは、まあ、スマホ版のページがないと少し順位が下がることがあ,るありますよっていう話なんですけれども、この逆みたいなのは特にないんですね。PC 版しかないことが理由にさ下がりますっていうようなことはないので、まあ、下がることはない。 かどうかって聞かれると、それが理由でパッと下がるってことはないんですけれども、まあまあ、あの重々承知しておりという書かれている通り、やっぱりユーザーがじゃあ見たときにどうなのかって考えると、やっぱり PC 版のサイトにアクセスしたのにスマホのページが開いて非常に見にくいみたいな感じの状態で、そのページがもし仮に重要なページだったり、その、あの、 そういうページがたくさんあったりしますと、やっぱりそのサイトに検索結果のそのサイトの順位が下がらなかったとしても、そのサイトがそういうサイトだって知っているユーザーが増えていくことで、やっぱりそのサイトにまあアクセスしなくなる可能性が高いなと。で、サイトとしてはやっぱりトラフィックが結果として減っていくような可能性っていうのはやっぱりあるかなと思いますので、やっぱり、だからどうしろっていうところまでは特に僕からのおすすめはないですけれども、ちょっとそういったことをいろいろ考慮に入れながら、 まあいろいろ優先順位を決めていただくといいのではないかなと思います。あともう一つ何か言おうと思ったんですけど、何だったかな ?PC 版。あ、そうですね。で、あと、えこのサイトが、まあ、モバイルフレンドリー、えー、すみません、違います。モバイルファーストインデックスに移行していても移行していなくても、もうすでに結局、あのモバイルのクローラーがにしろ、PC のクローラーにしろ、そのページをアクセスしたときは同じコンテンツを見て順位が出てますので、まあ、モバイルファーストインデックス あのあ、モバイルファーストインデックス適用済みサイトですね。すみません。<laughs> 適用済みサイトですので、もうあの、スマートフォン版のクローラーが見ている情報で、そのページの,あの順位がもう決まってますので、特にあの大きなもあの問題もないかなと思います。すみません。ちょっと今のパートを忘れてください。はい。<laughs> ということで、えー、すみません。以上となります。ちょっとあの説明が上長ですね。今日はやっぱりあの <laughs> 質問が少ないということで、あのちょっとあの気持ちに変なゆとりがあって、あのもっと パパッととまますすはいい,えいえありがとうございますでは、続いてのご質問に移りましょう。インデックス登録が突然削除された件に関するご質問いただいております。11月4日からインデックスが突然削除されてしまったページがあります。Google Search Console からインデックス登録をリクエストして申請しようと思っていましたが、現在、その機能は使えないと思います。 特別な対応をしていただきたいとは思っていませんが、一度ご確認いただけないでしょうかとのことです。こちらいかがでしょうか。はい。そうですね。こちらの件に関しましては、まあ、URL もいただいていて、まあ、今確認している範囲では、まあ、すでに解決済みの状況かなと思います。で、今回ちょっとあのこれを取り上げた理由というか、皆さんにちょっとあのお伝えしたかったポイントとしては、この、まあ、インデックスが突然、やっぱり削除されてしまった場合の、 まあ対処法みたいなところのまあヒントとして何をすべきかって話なんですけれども、このまあご質問いただいたパターンですと、やっぱり削除されてしまったので、もう一度インデックス登録をリクエストしよう、したいと思って、それができない、じゃあどうすればいいんだろうみたいな感じになったと思うんですが、やっぱりそもそも、じゃあなぜ削除されたのか、なぜインデックスから消えたのかっていうのはやっぱり突き止めるのが先かなと思います、うん。まあ実際この方はそれをされていたようなんですけれども、ちょっとこの,このご質問、 からすると、例えばそ,れそういった様子が見にくいので、ちょっとそこを、そういう方も他にもいらっしゃるかなと思ってのご説明ですと。で、そのポイントとしては、インデックスがと削除された理由として、いろんな可能性があると思うんですね。ガイドライン違反ということもあるかもしれないですし、でもやっぱりちょっと僕がパッと思いつくのは何かというと、おそらく多分何かの、のこれまでインデックスされたものが消えてしまう。 ということで、しかも、おそらく心当たりがないという感じですと、何か大きな変更があったわけでもない。という場合によくあるパターンとしては、やっぱり重複コンテンツによる削除、削除というかですね、この何か別のインデックスされてるページ、もしくはされてなかったページが、と、重複コンテンツと Google が認識して、そして、この、もともとインデックスされたページが重複されてしまった、まあ,あ、正規ではないページとして認定して、 インデックスから外してしてまった可能性が高いんで、はなないいかなと思いましたでこれちょっとあの余談ですけれども、前回も言いましたと、重複コンテンツによるこうしたインデックスから削除ですとか順位が下がったみたいなものは、ペナルティみたいなものとは全然関係ないので、そういったちょっと考えを頭から外して聞いていただければと思うんですけれども、これは同じコンテンツが複数あった場合に Google は代表的なページをインデックスに一つだけ登録するという あの機能と申しますか、そういった仕様になっていますので、起こることです。じゃあ、このどのページを、が正規化と、あの正規ページとして認識されたのかなっていうことを調べるためのツールがありますと。とさあ、そのツールは何でしょうっていうと、ちょっと皆さん3秒だけ考えてください。さあ、こういうことが調べられる便利なツールは何でしょうか。はい。そうです。正解は、サーチコンソールです。 で、そのサーチコンソールをぜひこういう時に活用していただきたいんですね。で、サーチコンソールの URL 検査ツールを使って、実際にこの URL を見ていただくと、どのページを Google が正規ページとして認識したのかということが書いてあります。書いてあると思います。で、そのページをご確認いただいて、実際にそのページとこのページが同じコンテンツになっていないかどうかっていうのをまずご確認いただきたいなと思います。そしてもし何か あの、なっていた場合、または非常に近いような状態になっていたような場合には、そういったことが起きないような、まあ、変更を加えていただくといいなと思います。でもし、やっぱり特に似てないな、みたいな場合には、ぜひですね、まあ、フォーラムにご質問いただくか、今回のように、オフィスアワーなどで、まあ、URL を、などというか、オフィスアワーですね、に URL を添えてご質問いただけると嬉しいなと思います。はい。 で、まあ、こういった場合で、実際インデックス登録をリクエストした機能が仮に今、あの、ないんですけど使えない状態になってるんですけれども、それを、それが復活したときに、実際にじゃあ、この機能があったとして送ったらどうなるかというと、結局、この重複されたページとして認識されてるページをにまた送ったっていうことで、また結局、インデックスされないだけの話なので、まあ、それ自体はほとんど解決にならないんですね。なので、まあ、あの、 ぜひですね原因を突き止めて、それについて適切な対応をしていただくことで、ああ余計なことにまあ時間を、時間であったり、気をあの使う必要がなくなって、なくなるかなと思いますので、ぜひこの辺をを、な何ですかね、意識していただければと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。では、続いてのご質問に移りましょう。インデックス未登録ページ増加への対応に関するご質問、いただいております。 サーチコンソールでカバレッジを確認するとコンテンツ不足によるものと思われるインデックス未登録のページが増えています。コンテンツ不足が分かっていてもサイトの構成上必要で削除できないページは無理にでもコンテンツを詰め込む必要があるのでしょうかインデックスされないだけでサイト全体に悪影響がないのであれば手を加えたくないのです。とのことです。えー、こちらいかがでしょうかはい。 えっと、そうですね。こちらのページに、サイトについては、情報をいただいていて、まあ、サイトも確認させていただきましたと。で、お、えっ、ー、と、僕の見た範囲では、このコン、おそらくコンテンツ不足とい、まあ、言われているページというのが、えー、このサイトが、なんていうんですかね、ある特定のジャンルの、まあ、について専門的な情報を載せているサイトで、 まあ、そのカタログページのような感じっていうんですかね。カタログといっても何て言うんですかね。あの、ショッピングサイトの商品みたいなものではなくて、もう少し専門的な情報の,あのデータがいろいろ、データというか、いろいろ入っていると。で、このカタログのようなページがコンテンツ不足であると思われるので、何か情報を足した方がいいですかっていう話かなと思うんですけれども、 まあ、結論から言う、あの、ショートアンサーとしては、特に、あの、えー、この、そのページごとに何かコンテンツを足す必要というのはないかなと思います。はい。っていうのがショートアンサーです。で、ここからが、あのロ、ロングアンサーですけれども、あの、じゃあ、どうすればいいのかですよね。あの、 増やさなくていいんですねって言って、じゃあ何もしないと多分、インデックス未登録ページが増えていくだけで、結局、サイトのパフォーマンスが改善されるわけでもないので、じゃあ、この、それを改善するためにはどうすればいいでしょうかというと、おそらく、ちょっとあの僕はその分野の専門家ではないので、ちょっと具体的なところは分からなかったんですけれども、おそらくですね、まだそのサイト自体が、例えば専門家の方だったら誰でも知ってるようなページみたいな形の 状態にはなってないんじゃないかなと思うんですよね。で、例えばやっぱり、あのまあ、つまり、やっぱりこのサイト全体の魅力をきちんといろんな方に伝えるような、やっぱりあの努力というか、活動っていうのはされた方がいいかなと思います。で、まあ、具体的に言うと結局ですね、その一つ一つのページのは、やっぱりデータ系のコンテンツなので、別にあのそのデータ以外のものが入ってると逆に探しに なったり見にくくなったりするので、別に入ってなくていいかなと思うんですけれども、サイト全体として、やっぱりこういうサイトがあるんだですとか、そういったところのやっぱり認知がまだ多く、高くないのかなと思いました。ですので、やっぱりそういった形で、やっぱりあのすごくこの専門家、そのコミュニティの人たちだったら誰でも知ってるようなサイトみたいなところを目指した活動をされることがいいのではないかなと思います。 でこういう時に多分僕がオーソリティとかエキスパートみたいな言葉を使ったりするとすごくあの何かその言葉によって引きずられて何ですかね変な感じになっちゃうのでそういう問題ではなくて何か SEO がどうのこうのではなくて僕らとしてはやっぱり例えばその,ばそのコミュニティの中の 非常に詳しい人たちが、例えばみんなが参照しているようなサイトがあるんだったら、やっぱそういうサイトを何らかの形で僕らは認識して、そういうページを、情報を表示したいなと思いますので、まあそういった活動をされることで、自然とやっぱり順位も上がっていく可能性があると思います。あの、必ずしもお約束はできないですけれども、まあ僕らはなるべくそういった情報を掴もうとしますので、あの、そうですね。なので、SEO とかそういったものよりももう少し長いスパンで物事を考えていただいて、サイトをいろいろプロモーションすると、プロモーションというと、今度はまた広告すればいいんですかみたいな質問される方もいらっしゃるんですけど、そういう、もうちょっと広い意味のプロモーションですね。サイトをサイトであったり、ご自身をもっと人に知られるような活動されるといいかなと思います。 ただ、すみません。あの、僕はこれ想像で話しただけで、想像というか、その分野について詳しくないので、もしすでにすごく第一人者として著名な方であったり、サイトもすごい知られている状態であれば、あの、ちょっとまた、あの、アドベイスが買ってくるかなと思うんですけれども、そうすると、おそらくオン,オンラインでのビジビリティというか、あの、がちょっとまだ低いのかなと思いますので、例えば、いろんなサイトからきちんと言及されているか、まあ、言及されているかっていうと、例えばリンクをあの人為的に貼られるような活動をされると、おそらくまた、 順位が下がる逆効果みたいになってしまうかもしれないので、あ,のあくまでも自然な、やっぱりあの口コミであったり、リンクであったり、そういったものが増えるような形でなってるといいなと思います。長いな、すいません。あの <laughs> 質問はすみません。ありがとうございました。ちょっと僕の説明が分かりにくい気がします。すいません、ちょっともう少し簡潔にしゃべります。 はい。そしてはあ、続いてのご質問に移りましょう。別々の UR URL 方式サイトでのモバイル対応に関するご質問いただいております。別々の URL 方式にてモバイル対応しているサイトがあります。レス,レスポンシブ、もしくは動的配信に変更することで URL を統一しようとする場合、えー、SP と PC、どちらの URL に統一するのが良いのでしょうか。 対応する URL に1対1のリダイレクトを設定する予定ですが、URL の変更により、えー、評価を落としてしまうのではないかと懸念していますとのことです。えー、こちらいいかかがででしょうか、はいえー、とそうはそすねこちらに関しては、まあ、ショートアンサーでいうと、正直あの、うまあ、くやれるのでしたらどちらでもいいかなと思うんですけれども、より無難に。 やりたいということでしたら、おそらくまあ PC 版にされた方がいいかなと思いますというのがショートアンサーです。で、ポイントとしては、あ、すみませんここ、アンサーとしてはここまでです。で、ここからはまあただの,あのコメントですけれども、やっぱり、あのーまあ、PC 版とスマートフォン版の URL が今実際どうなっているのかっていうところにも関わるかなと思うんですけれども、やっぱり例えば順位が さあの変わってしまう、評価を落としてしまうということは懸念されるということなんですけれども、やっぱりかといって、仮にスマートフォン版の URL に行った方が順位が上がるとあの、より高いとしても、としてもですよそのスマートフォン版の URL ってやっぱり見るからにスマートフォン版、つまりあのメインのコンテンツではないような URL をつけられていることが多いと思うんですよね。 まあ例えば、〜何々スラッシュモバイルですとか、〜何々スラッシュスマートフォンですとか、S ドットですとか、そういった形で何かあのメインのものがあって、あくまでもこれはサブのものですみたいなこ印象を受けるような URL であるものが多いかなと思いますので、まずそちらの URL をメインとして今後使い続けることに対する、やっぱり若干の違和感というのは、やっぱりユーザーとしても見たときに感じる方は感じると思いますので、まあ、あんまりあのそ,そういった視点からもそんなにお勧めできないかなと思いますし、 まあ、あの URL の変更という意味では、おそらくこれまでは PC のページがきちんとあのカノニカルとして認識されていたと思いますので、この PC の URL をそのままお使いいただくことで URL の変更にはなりませんので、つまりこれまで通りのカノニカルをそのまま使うだけの話なので、特に URL は変更しないかなと。ただスマートフォン版の存在していたページを今後モバイル版の ページにやっぱりまあリダイレクトの設定などはされると思うので、そういったものを何か間違えたりする可能性というのはやっぱりあるかなと思うんですけれども、より間違いの少ない可能性が高いのはまあ PC の方がまあえ少ないであろうと思われるので、やっぱりそういった意味でも PC 版の URL にされた方がまあ良いかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。 では、続いてのご質問に移りましょう。認証画面へのリダイレクトの影響に関するご質問いただいております。2016年より導入されているインタースティシャルのランキング要素への組み込みについての質問です。弊社のページでは、医療に関する情報を扱っている都合上、業界ガイドラインに従ってページのコンテンツを表示する前に訪問したユーザーが えー、専門資格を有したものであるかを確認、ユーザーが選択するページを設けております。この確認ページの表示は、インデックスされるページの表示前に302でダイレクトを用いて実装されています。 Google w e b バス s t e r 向けブログの中の記事では、法律上の必要性に基づいて表示されているように見えるインタースティシャルについては、ランキング要素への影響を受けないと明記されており、弊社ページはこれに該当するかと認識しているのですが、その実装方法、302リダイレクトを用いてインデックスされているページと別のページを表示させる方法についても、このインタースティシャルの例外事項の範疇として、しっかり認識 指識されているのか、もし認識されていない可能性がある場合、別の実装方法の方が望ましいなど、対策方法がございましたら教えていただけると幸いです。とのことです。こちらいかがでしょうか。はい、えーとそうですね。こちらに関しましてはまあ、ショートアンサーで言いますと。とあ、ショートアンサー言いにくいなあ。そですね。この例外の範疇として認識されているというよりも、まあご質問のポイントである。 ランキング要素への影響を受けているかという意味では受けてないかなと思います。というのが、まあ、ショートアンサーです。で、ちょっと、あの、そもそもの質問について、もう一回、あの、おさらいしながら、ちょっとさらにコメントしていきま、簡潔にコメントしていきますと、まあ、インタースティシャルって、あの、説明必要な方いらっしゃいますかね。まあ 通常、通常というか、よくあの、まあ、スマホなどがメインかなと思うんですけど、スマホとかで、あの、何らかのページにアクセスしたときに、そのページの、ページ自体が開く前にですね、ちょっとした広告が入ったりですとか、例えばクーポン、そのサイトの情報で便利な情,情報なんですけど、その画面一面を覆う,覆うような形で、まあ、あの、なんていうんですかね。 このクーポンが入ってきたりすることがあると思うんですけれども、そういった形で、やっぱりあの画面全体を覆うようなインタースティシャルの広告などに関しては、そうしたランキングを下げる可能性があるというようなことを、まあ、そうですね、あのもう5年、4年ぐらい前ですかね、から始めているんですけれども、まあ、そういったものの影響を受けるかどうかという話で、で ただ、そのインタースティシャルと呼ばれている、技術的なインタースティシャルに当たりますけれども、例えばそうした医療情報などで、何か、そういった、なんですかね。まあ、例えば簡単に言うと、年齢認証とかですね、年齢認証など、法的に必要な手続きのようなものが、インタースティシャルとして画面として挟むような場合には、その、のこのインタースティシャルのランキングへの影響のような、えーっと、 その対象をとするみたいなブログでも公開しておりますと。はい。という前提の中で、この実装方法は、その例外としてきちんとあのランキングには悪影響ないですかっていう感じのご質問だと思うんですけれども、で、今回このケースですと、302D ダイレクトを用いて実際にユーザーがアクセスしたときには、その え、資格を有した方であるかどうかを確認するページを設けていらっしゃるということで、実際にはあ、まあ、なんですかね。こ、まあ、そうですね。結論から言うと、もう結論というか、このロングアンサーの結論から言うと、このインタースティシャルの、インタースティシャルじゃないんじゃないかなっていうのがまあコメントですと。で、ですので、まあ、いわゆる302で別のページを見せているので、なんか、あのー、おそらく実装上、これは、 特にい,いわゆるインタースティシャルではないので、インタースティシャルではないので、それのランキングへの影響を受けようがないというのが、さっきのショートアンサーの解説になりますと。で、ただ、それよりもちょっとあの気,気になるというか、あのちょっと,、えー、と気になったことがあるので、この解説をちょっと続けると、あ、すいません、えっと、ちなみにこのページは情報をいただいていて、そのページを元に判断していますと。 でこのページに関しましては、そのいただいたページを、えっ、ー、とですね、まあ、実際にもうすでにそのページ上の文言とかで検索しても、普通に検索されるんですね。ですので、すでに実装されているページですので、もう、えー、その検索していただくことで、実際に検索の状態などをかご確認いただけるかと思いますので、まあ、そう、具体的にはそういった あのサーチコンソールのデータですとか、ご自身で検索して確認していただければいいかなとも思うんですけれども、そこで一つ疑問が出てきますと。実際にユーザーがアクセスしたときには、そうしたあの、えー、と確認ページにリダイレクトされるのであれば、Googlebot がアクセスした時も、そのページにアクセスされるあの、リダイレクトされるはずで、その先のコンテンツには行きようがないので、行かないはずだと思うんですね。 なので、むしろ検索には表示されないんじゃないかなと思ったら、されたので少し驚いたんですけれども、じゃあ、どうやってされてるのかなっていうのは、正直僕は、あのそこまでの,実あの、どのように実装されてるかまでは分からないんですが、おそらくクローラーにはそのページは見せないで、実際にそのページっていうのは、資格を持ってるかどうかっていう確認ページは飛ばして、その本来のコンテンツを見せてるのではないかと思います。 で、この状態を、ま、技術的には、ま、いわゆる、あの、クローラーとユーザーに違うページを見せているという意味では、やっぱクローキングのような状態に正直なっているのかなと思います。で、ま、ちょっとここから先はですね、ちょっとあまりはっきりしたことはお伝えできないんですけれども、じゃあこうしたページについて何かこれはクローキングなのでやめてくださいということは、 という感じでもないかなとは思うんですが、まあ僕の方でこのページはクローキングとして扱われることはないので大丈夫ですともうちょっとはっきりお伝えしにくいんですが、ただ言えることがあるとすると、こうした状態で何かあの、クローキングとして、あの、手動対策などを受けているという状況を見たことはないかなと思いますので、のでというか見たことはないかなと思います。 というコメントだけ残して終わりにしたいと思います。ご質問ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では、続いてのご質問に移りましょう。SPA サイトのダイナミックレンダリング対応に関するご質問いただいております。SPA サイトのダイナミックレンダリングで CSS は必要かどうか。SPS サイトを運営しています。クローラーに正しくコンテンツ認識がされなかったため、ダイナミックレンダリングを行うことにしました。 ただダイナミックレンダリングで返すと表示時間が非常に長くなるため CSS を省いています。CSS はなくても問題ないでしょうかとのことですが、あこちらいかがでしょうか、まあ、一般的に言うとあの結構 CSS をなくしてしまうと、まあ、サーチコンソール等々であのモバイルフレンドリーではないですよみたいなエラー,あー結構見るケースがー多いんじゃないかなとは思いますけど、ね、この辺りどうなんでしょうか <laughs> まあでもほん そうです、ね、あのー、ちょっとあれですね、昨日この昨日まあ本当に僕らからすると昨日だったんですけど、あのちょっとこのサイトいろいろ細かく見ていて、あのあのすみませんあの、まあ、回答から言うと、問題ないでしょうかっていうか、逆に、なんですかね。 ちょっとですね、サイトの構造が割と複雑だったので、複雑かつ、ページが結構、本当にロード時間が結構時間かかってですね、ちょっとあの細かく分析しきれなかったんですけれども,も、CDSS なくても本当に問題ないですかって逆に僕が聞きたいという形で、つまり今、今、アンナさんが言った通りなんですけど、モバイルフレンドリーでないみたいになってしまうとすると、例えばあの別の 何ですかね、判断がされる可能性があるので、まあ、あんまり良くないかなとはいいかは、問題あるかないかっていう聞かれると、問題がある可能性があるかなとは思います。ただ、ちょっと何ですかね、かなり実装が、なんか何ですかね、SPA、あの、ちょっと構造が分かり、つかめ、全貌はつかめなかったので分かんないですけど、 このなんでダイナミックレンダリングを採用されたのかっていうのはちょっともうちょっとお聞きしたいですね。このクローラーがコンテンツを正しく認識しなかったからダイナミックレンダリングにしましたっていうのは少しあの,あの、そこに飛躍がある気がするので、もう少し多分思考のプロセスがあってダイナミックレンダリングにされたのかなと思うんですけれども、まあ、うん、なんか、何ですかね。ちょっとわからないですね。そのサイトを 全体の,あの読み込み時間もものすごくかかったのであのな、実装方法はもう少し何かやりようがあるんじゃないかなとは思ったんですが、ちょっといろいろな事情もあると思いますので、はい、ちょっとすみません、コメントは言いにくいですね。あの必要かって言われ聞,かれた聞かれた場合に、あの僕らとしてはあのユーザーに見せているものと同じようなもの、これはあの 何かあの手動対策の対象になりますとか、そういったものではないので、特にあのあの公開しないとダメです、クローラーに見せないとダメですというものではないんですけれども、そういうモバイルフレンドリーではないという判断をされてしまったりする可能性もありますし、はい、なんかそういった観点からもあった方がいいかなと思いますという感じですかね。で、それが問題あるかないかというのは、僕らよりもあのサイトの運営者の方の方が わかると思いますのでそ、その辺を軸に判断していただけるかな、は判断していただくといいかなと思いますと。で、その上で、でも結構労働時間かかりますねっていうのが、あの、コメントですかね。なんかという感じですが、はい、アンナさん、他に何か。あ、いえ、大丈夫だと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> ぜひ、なんかあの、高速化のいろいろ試みた場合に、わかったことがあれば教えていただけると、あの、僕にっていうよりあの、なんかそういったものを公開していただくと、 参考になる方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますはいありがとうございます、はい、ありがとうございましたでは続いてのご質問に移りましょうタイムデッドタイムタグの更新基準に関するご質問いただいております 記事を追加および更新して、タイムデタイムタグを更新する際、どの程度の追加や修正を行った場合、日付タグを更新するものなのでしょうかとのことですが、こちら、いかがでしょうかはい、えー、とそうですね、こちらに関しましては、ショートアンサーとしては、僕らの方からどの程度の追加や修正を行った場合に更新するものって、特にあのこのタイムタイムで デートタイムタグに関しては特にないかなと思います。で、そもそもじゃこのタグって何だろうあ、すみません。ショートアンサーとしては特にないかなと思いますので、あの、ご自身が定義されたその、えっ、ー、と、その日付の,のルールに従って更新されるといいのかなと。そしてそれがもしユーザーに見えるようなものであれば、ユーザーにとっても違和感のないものになればいいかなと思います。で、そもそもこの、僕はこのタグの存在としてのタイム、デートタイム、えー、タグの 定義みたいなのそこは詳しくなかったので、昨日ちょっといろいろ確認はしてみたんですけれども、やっぱり基本的なあの位置づけとしては、何か日付の、と何らかの形で日付のようなものをあの明確に、何ですかね、タグとしてあのタグ付けるものというか、なので、別に例えば更新日であったり、データの公開日であったりということが、それ自体では定義されてないはずなんですね。なので やっぱりご自身が何に使ってるかなんですよ。ですと。で、そういう意味で参考になる情報としては、このような情報がありますと。この3つページを今ピックアップしましたけれども、この辺の記事をお読みいただくことで、一通りこの日付に関してのまあ認識っていうのは、ちょっとあの理解、ご理解いただけるかなと思うんですけれども、1つ目は、 ブログの記事ですね。こちら、去年出したブログなんですけれども、まあ、Google では様々な要素に基づいて日付を判断しています。例えば、ページ自体に読者にもはっきりとわかるように明確に記載されている日付や、サイト運営者が構造化マークアップで指定している日付などが挙げられますが、これらに、えー、限定されませんということです。なので、あの、実際にマークアップする、タグ付ける必要もないんですね。必要もないというか、そういった タグ付けられていない日付の情報などからいろいろなものを判断して日付として設定してあの例えば検索結果に表示するようなこともあったりしますと。ですのであの何かこれが必ずしもこれを使いますっていうのが決まっているわけではないのでそれに従ったあのこのルールに絶対従ってくださいっていうのはこの日付のところなんですかね。いやあまりあの基本的にはあの えとですね今から言うこと以外にはないかなと思います。今から言うことというのは、この3つ目の記事の構造化データですね。構造化データのところで、その中で、じゃあ実際にこの日付の情報というのを、具体的に Google にやっぱり皆さんの共通認識となっているルールでえーと伝える場合には、この,あのデートモディファイドという、例えばの構造化データを パラメータを使うことで記事が最後にこう変更された日時を伝えることができますし、このデートパブリッシュドというパラメータを使うことで記事が最初に公開された日時を指定することができます。で、これも指定してあったとしても、この情報すら Google が使うかどうかわかりませんよっていうのが一つ目のブログの記事で書いてあるので、まあ、あんまりですね、あの、何ですかね、そこまで神経質にならなくてもいいかなと思います。なので、 あの、もしこの構造化データを実装される際には、この最初に公開される日時はもうこれは変わらないですよねで。あとはやっぱり何か、あの、多少の変更が加わった場合には、この modified のところをやっぱ更新していくようなのが、まあ、自然かなと思います。という感じですかね。ぜひですね、こちらの記事をご覧いただいて、またさらにご質問などあれば、またご質問いただければと思います。はい。ありがとうございます。 ありがとうございます。では、続いてのご質問に移りましょう。アンプページエクスペリエンスガイドについてのご質問をいただいております。アンプページのページエクスペリエンスを計測するアンプページエクスペリエンスガイドについての質問です。このツールのフィールドデータはクラックスレポートに基づいていますが、オリジンのアンプページのアクセスでしょうかそれとも検索からアンプキャッシュへ訪問したユーザーのアクセスも含まれるのでしょうか キャッシュへのアクセスが含まれないとしたら、検索からのトラフィックが大半を占めるアンプページは、クラックスのデータが十分に集まらないため、フィールドデータを計測できない場合が多くあるかなと想定しました。 ととのここですこちら私の方かからお答えしようかな私にはなんかショートアンサーしかないんでちょっと私に当たったからなんかこう<っ> <laughs> あいつかよみたいな感じで思わない,い,いでいただきたいんですけど <laughs>、えっと、次のページにいていただいて、えっと、こちらの質問アンタムセッエクスペリエンスガイドについてというよりかは どちらかといえばクラックスデータに関する仕様のお話なのかなとあの理解してこちらのデベロッパーページを紹介させてください。で、クラックスデータのチェンジログに関するものです。でですね、おそらく質問者の方に関係するのがこの2020年6月のアップデートかなと思うんですけども、この What's New のところを後ほど見ていただければ分かるかなと思うんですけども、Google のアンプキャッシュからの サーブされたユーザーエクスペリエンスっていうのは、まあ、クラックスデータ内で、えー、パブリッシャーのオリジンとしてアトリビュートするよ。えー、で、えー、そうすることによってパフォーマンスが上がっているものがあの結構見られるみたいなみたいなところのセンテンス書いてあるんで、えー、質問者さんが懸念されているようなことは起きないのかなと思っています。こんな感じで。よろしい。しょショートアンサーすぎるかな。<laughs> こんな感じで。はい。 いいかなと思いますので、えー、質問ありがとうございましたありがとうございました、えー、<laughs> はいで、えー、次の質問が最後の質問のはずですね時間も1時間ぐらいでしょうかはいはい、はい、で最後のご質問 Google 検索結果からページを削除したい件に関するご質問をいただいております前に作成したブログの記事を削除したのに、えー、Google 検索結果が残っております 早く google 検索結果からページを削除非表示したいのですが、どうしたらよいでしょうか？とのことですが、こちらいかがでしょうか？はい、えーとこちらに関しましてはえっ、ー、とですね。具体的なページと申します。か？あの url の情報はあったんですけれども、ちょっとそこから具体的なクエリです。とか、そういったものがちょっと分からなかったので、今の状態がはっきり分からなかったんですね。ですのでちょっと特に。 えーと今お伝えできることはないかなと思うんですけれども、まあ、あとは、まあ、一般論でいうと削除リクエストをお送りいただければいいかなと思います。<laughs> で削除リクエストって検索していただくといろいろヘルプページが出てくると思いますので、うん、そちらをご覧いただくか、あとはあのーまあ、フォーラムの方などをご利用いただくと非常に詳しい方々からいろんなアドバイスがつくかなと思いますので、ぜひフォーラムをご活用いただければと思います。 はいありがとうございます。はいいありがとうございます、はあ、以上ですね。以上になりますね。で次回の Google 検索オフィスアワーなんですけど、まあ、順調にいけばあ2020年12月の後半23日を予定しておりますとのことです。はい。まあ、今年最後のオフィスアワーになると思いますけれども、こあの今回ですね、結構若干質問が。あのー これまでよりも少なかったので、まああんまりないんだったらひょっとしたら新年に回してしまうかなっていう気もしますが、まあなんかたくさんいただけると、特にやっぱり、あの、またコロナの影響もあって、皆さんなんかオンラインの比重がまた高まる時期かなと思いますので、いろいろご質問であったりあるかなと思いますので、あの、本当初心者の方とかにより、 あの寄り添うような回答をしていきたいなと思っていますので、ぜひあのそういった方も遠慮なくご質問いただければと思います。ただやっぱり何かあの何ですかね、えっとフィードバックであったりですとか、何かこうランキングに対する不満みたいなものに関しては特にここでは取り上げないことにしていますので、やっぱりちょっとそこはご理解いただけると嬉しいなと思います。何か。 あの、やっぱり、あの、年間でやっぱり1兆回とかの検索って行われている中で、毎日15%が新しいクエリですみたいな中で、やっぱり全ての検索結果が僕らが全ての論理的に説明できるものばっかりではないので、うまくできていないもの、長い間うまくできていないものってたくさんあると思いますので、僕らはですね、それが世界中の検索結果のおかしなものを、やっぱりその中で優先順業をつけていろいろ対処しているので、やっぱりその中で、あの、まあ、 すごくその、よくそのクエリを目にする方は、クエリの結果を目にする方にとってはストレスはあるかなと思うんですけれども、まあそういったものでちょっとご理解いただけると嬉しいなと思います。 で、あとちょっとす,すみません、最後、ほんと最後にちょっとだけですね。あの、この、やっぱり、あの、状況の中で、やっぱりオンラインですごく大変な方っていうのもたくさんいらっしゃるかなと思うんですけれども、まあ、その一方で、その、この状況を利用して、やっぱりオンラインで、あの、まあ、ちょっと言い方が悪いですけど、人儲けしてやろうみたいな方も多分いらっしゃると思うんですね。でも、もちろん良いことをして、何かたくさん、あの、儲かる、みたいなのは全然悪いことではないんですけれども、何かやっぱりそういった、あの、無駄な、 こととをさ,させられたりとかっていうのは非常にやっぱ避けたいなと思いますので、あの本当にあの何ですかね、何かいわゆる SEO みたいなもののコツとか裏技とかっていうのはあるの,あるのかもしれないですが、おそらくですねあの、多分そういったものっていうのは僕らがどんどんいろんなものを改善していく中で、そういったものがどんどん効かなくなっていっている。 ところですとか、もう長い期間で見たときに、そういったものが本当に聞き続けることってなかなかないかなと思うんですね。やっぱり大事なのは、あのコツっていうのは結局僕らのアルゴリズムのやっぱりあの境をみして、結局今のその傾向を読んで何かそういう上位に表示させるようなのはこうすれば、やわすればいいっていうのは、あの物理物は全然否定しないです。ただ 結構、アルゴリズムを追い続けることですとか、何か変動によって一喜一憂することみたいなのって、すごくやっぱり大変だと思いますので、やっぱり基本はや良いコンテンツを作って、そしてそれをきちんと Google にクロールさせて、そして適切にインデックスさせて、検索結果に適切に配信される、その適切な部分をもっと上げていくためには、やっぱり良いコンテンツを作る、ユーザーにとって良いコンテンツっていうのは何だろうっていうの常に考え続けるというのが非常に大事なことだなっていう、このと思いますので、 ぜひですねその辺を意識しながらあの、まあ、ウェブマスターの方、ウェブマスターって言っても、もはやよ,よくないのかあの、サイト運営に関わる方々もそうですけれども、何かそういった指導的な立場にある方も、ぜひです、ね、その辺はあの強調していただけると、あの初心者の方とかが何かあの騙されたり、何か道に迷ったりしなくていいかなと思いますので、やっぱり良いコンテンツを作ろう。 でこの時に必ず出てくるのが、良いコンテンツを作っても必ず順位が上がるわけじゃないじゃないかとか、このサイトは良いコンテンツだけれども、この順位がこうじゃないかみたいなことはあると思うんですけれども、やっぱりその、僕らがうまくできてないことっていうのももちろんたくさんあるかなと思うので、そういったものがなくなるように僕らは改善を続けるだけですし、えー、やっぱり皆さんが、あの、まあいいや、すみません、<laughs> なんかここまで喋って <laughs>、いいやってな。ない。<laughs> なんか、いや、なんかあのー、ちょっと軽く話そうと思ったの、ね、に、ちょっとなんか熱くなりすぎたなと思って、まあ、あの、皆さんが、あのー、なんですかね、まあ、言いたかったこととしては、やっぱり、当たり前のことを当た,り前当たり前にやっていただくことが、やっぱり、遠回りのようで、結局、それが一番の近道であるようなことって結構あるかなと思うので、やっぱそういったものを、 あの意識していただくとといいいかなと思いますただやっぱり僕らが言うのと、なんかその中の多少のコツみたいなのがあると思うので、そうした誰の情報を信じるのかみたいなことは非常に重要だなと思うので、まああの、はい、だと思いますよっていうことをちょっと言って、あの終わりにしようかなと思います。すいません、なんか。まあなんとなくあの、何かを遠回しに行ってるようにも聞こえるかもしれないですけど、何か特定のことを。 特定の誰かをどうこうようと思ってるわけじゃないです。ただやっぱ本当にこのコロナの状況で大変な方もたくさんいらっしゃると思うので、あのー、そこだけちょっとお伝えしたいなと思ったということです。はい。はい、ありがとうございます。えー 誰の情報を信じるかということですけどもあの、ぜひぜひ我々も質問いただければ、こういったチャンネルで、えー、お答えできるかなと思ってます。でですね、重要なのは質問するポイントですよ、だからタイミングですよね。我々、ね、大体大体公開する1週間ぐらい前に、あのこの録画を撮影しているんですね。なんであので、12月20日ぐらいに質問いただいても若干間に合わない可能性が結構あったりは。 するかなと思うんで、まあ、1週間ぐらい前までにはあの質問ある方いただければ、今回のあじゃない、次回の12月23日のオフィスアワーで、えー、ご紹介できるんじゃないかなと思っておりますので、まあ、ぜひぜひ我々にもご質問いただければいいのかなと思いました。あそうですねあの、本当に僕がアナウンスするときは録画ができて、まあ あのあこれで放送できるって確信してからアナウンスするので、もうその時には終わってるんですよ、収録が。なので、23日なので、いつぐらいですかね、この、その1週間ぐらい前に録画をすると思うので、本当にご質問はた、で、その前なんですかね、その収録する前にいろいろ準備を、あのスライド作ったりするしますので、まあ、12月の中旬、十何日ですかね、まあ、 あの13とか14とか、そのぐらいにはあの遅くてもいただいてた方が、もう遅いかな、その時期だと。だから若間ですね、まあでも、<あ>今日はが3日だとするならば、まあ、そんなに時間ないんで、ちょっと申し訳ないんですけど、もし質問あれば、ああね、ぜひいただければいいかなと思います 1> 1。1週間以内ぐらいにご質問いただけると、あのなるべくやっぱり年末なので、最後取り上げようかなと思いますので、ぜひですね、ご質問いただければと嬉しいです。 はい。よろしくお願いします。ますじゃあ、ちょっと今日は最後雑談モードが増えてしまいましたが、はい、最初なのは、順調にいけば次回の Google 検索オフィスアワーは12月23日を予定しておりますということで、最後のポイントでした。はい、ではまた皆さんお会いできること楽しみにしております。はい。はい、また見てくださいね。はい。それじゃあ、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ここで、こっちの、はい。 じゃあロックが停止します。じゃ、あ皆さんまた次回お会いしましょう。